皆さんこんにちは、今日の伝統体育拳のミニ講座は体育拳の動分進合でいきます。動くと上げます。静かになると合わせます。これはとても分かりやすい。皆さんが動くとき必ず足動くときは足は出るときは上げる。動かないときは足は一緒になって締め切ります。皆さん動く興奮するときが手が上げる。でも人間静かのときは手が下に戻ってます、ね、静かのとき手を上でわーってする人はいませんと思いますよ。体育拳するときも同じです。動くと手と足上げる、ね、静かになるとこれの陰と陽の関係です。じゃこれが一番大切のは気です。気の動く、もちろん動くは三五の段階でいきます。いつも体育拳は心の体育拳でいう、まず心の動き、次は意識動く、意識動いてから形動く、だから形動く前には気の動くあります。気の動く前には意識の動くあります。意識の動く前には心の動くがあります。わかりましたかな。はい、じゃあ動く一番大事のは陰陽。だって動くは陰と陽の合わせ、陰陽相治はこの陰陽のバランスを取ること、はい、どんな先生でも、生徒さんに教えるときは必ず三五のポイントがあります。三五の段階があります。一番最初は心の伝え、2番は口の伝え、3番は形の伝え、はい、口の伝えは理論です、はい、今私ここで一生懸命インターネットレッスンで喋ってます。これは理論で喋ってます。言葉で皆さんが体育系の理論を少しずつ、分かるように。上手に伝える方法は難しい理論は簡単にまとめて皆さんに教えることはとても大切。これは、先生のレベルのチェックですね。なかなか難しいです。はい、一番最初は心の伝え。じゃあ私のレッスン、皆さんまず最初から心に入る入らない、とても大切。心に入ると喜ぶ、喜ぶとリラックスできる、リラックスと喜ぶは楽しくなる。そしたら私のレッスンは続けて聞きたいとなります。そしたら体育拳の入門と言います。心を伝えなかったら永遠に門には入りません。はい、なぜか心が宇宙につながってます。これもまだ、難しいこと、またゆっくり皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。はい、あとは形の伝え。形の伝えは動くことです。これが先生の動作に真似して動けばいい。一番最初の心の伝えと口の伝えできたら形の伝えは一番簡単です。はい、じゃあ、今日は上げる
せるこの引用で、ちょっとお話ししていきたいと思います。あげる、はい、全ての動作。今日はピバース、ピバースはあげる、合わせる、これだけ、はい、じゃあこれはどこでも動かないで手だけ動くのは体操になります。それが体育系のルール違反。体育系は長の動く、長の運動です。こう動くと気全然とてません。はい、前回百円はお家にいて天の気をもらう、ビデコツは入れて、3番目の空の足を使って陰の気をもらいます。引っ張ります。はい、両手の手の芯は、これは長芯でしょう、これ足の芯でしょう、はい、手の芯は万物宇宙の気をもらいます。じゃあこの動作は形じゃなくて気まず考えましょう。じゃあ開けるときは丹田の弦の気ぐーって配ります。私たちの手に配っていて、配ってきたら自然とつながります。自然の気をもらって合わせるときは気は丹田に戻ります。気を戻ります。はい、その時は一番大事なのは中の動く、気炎の気もらう、地の気もらう、万物の気もらうの動作です。これは健康法だけどね、もちろん、武術はこの理、相手の敵だとき肘をこれコントロールしてから、こっちは手首持ってから相手の肘を半関節に理の動作、あとは理にもなります。理は相手を重心を崩すこと、円を利用して、もちろんたくさんの、応用があるなので、これは武術。芸術性、芸術性はたくさんの方、大会とか、表現するときものすごく綺麗に気持ちいっぱい入れすぎぐらいに気持ちいい入れすぎになります。これが、ちょっとダンスっぽく体操っぽく本当に体育圏の根本的な、この思想理論と外れてしまう、健康には、良くない。まずきれいきれいにするの雑念があります。あときれいにするためにはこの手がいろいろ緊張感が出ます。じゃあ自然体育圏やりながら陰陽思想を表現します。道を証明する、道を証明することは自然になること。なぜか道、道は自然です。だから動作が自然に柔らかく、中から中から素朴にすれば、こちらは体育圏なしできます。はい、健康法としてこの動作だけエネルギーたっぷり体にもらいます。開けるとき自分の気と外の気の交流です。体育系は私たちの体と宇宙の交流、気の交流のつながり、自分の内臓と自分の精神のつながり、それの交流、これができれば体育、心と気、体、精神と宇宙、これの融合、陰陽のバランス。はい、じゃあ今日はここまで。シシ。